もう神塚さんの内心って覚悟しといてね。恐ろしいなこの先生。市場挟むな。ちゃんと先生として仕事しろよ。いくら教育実習中とはいえ。ダーリンが他の女性にうつつを抜かしてる怒り分まで上乗せドーンっていっちゃうんだから。未知がかわいそすぎる。じゃあそのダーリンにも内心点がっつり響かせろよ。それ完全にとばっちりじゃね。うち全く関係なくね。授業が全部終わり無事帰宅。お昼休みがとか楽しみしてた俺が恥ずかしい。お菓子作りの話どこ行ったの？あれ伏線じゃないの？元より義堂先生が大泣きして大変だったけど、それ以外は無事平穏。メイが大泣きしてる事件以上のことが起きたら、その学園やべえだろ。俺の心の中を覗いてな。都会にはものすごくモテる人がいた。なんで急に田舎もムーブし始めたんだこいつ。背景、お母様、都会はすごかところです。え、主人公九州生まれなの？結構東北とか長野系かなと思ったら、まさかの大陸ごと違ったわ。先生にも妙にたくさん宿題を出されちゃったし、さっさと片付けるか。メール？誰だよ。人がやる気を出したそばから。誰だよって、今のお前にメール送ってくるやつなんて一人しかいねえだろうが。これでデブからメール来たら逆に腹立つわ。メール意見、カンナカナ。また主人公の心をザワザワさせちゃう要因が来たよ。ほぉ？なんで先輩から？勉強そっちのけでメールを開く。間違いなく、カンナ先輩からのメールだ。逆にこれでカナ以外からだったら怖いだろ。それはもうお前のアドレス帳がバグってるよ。こんばんは。もう寝ちゃったかしら。今朝は声をかけられなくてごめんなさい。手を振ってくれていたのよね。人の多いところだとゆっくりお話もできないから、生徒会室や二人きりになった時にお話しましょうね。それと今朝のうさちゃんの真似、可愛かったわよ。それじゃあまた明日、天道館の生徒会室で待ってるわね。おーい、お菓子作りの伏線かこれ。なんで今朝やった。でもカナはあの気持ち悪いウサギの真似をちゃんとウサギだと認識できたんだ。カナもしかして都会すぎて一般的な野生のウサギの姿想像できないのかな。おー先輩、俺のこと見てくれてた。逆に恥ずかしくねあれ。あれ見てくれてんのちょっと恥ずかしくないか。諦めかけていただけにこのメールは不意打ちだった。っていうか俺の寝癖とぴょんぴょん跳ねてたの全部見られてた。何うまいこと言ったんだお前は。ついでに心もぴょんぴょんするんじゃ、じゃねえんだよお前。うおー恥ずかしすぎる。いつもわからんのよなこいつの羞恥心の基準が。今朝の段階でなんならやる前から恥ずかしいなこれって思えよ。その場でゴロゴロと転がる。でもそれってあの状況で俺のこと見ててくれてたってことだよな。やっぱりこれフラグ立ってね。どうよ誰に言ってんのお前は。今アレスと通信中じゃねえだろうが。刻に向かって俺はつぶやく。さっきまで心を覆っていた影がたった一通のメールで綺麗さっぱり晴れてしまった。うわー恋してる男だわ。もうかなガチ恋勢になってるねこれは。俺って単純てへ。なんでお前はずっと気持ち悪いを更新し続ける。お前いつも透かしてかっこいいところばっか見せてなかったっけ。しかも明日天道会で待ってるって。うひょー明日のためにもう寝なくっちゃ。宿題どうすんだよお前。恋をするのは勝手だけど学生の本文忘れんなよ。浮かれ気分のままポーンとベッドに体を放り出す。このワクワク感まるで遠足の前日みたいだ。田舎もんがすぎるな。田舎もんな上に小学生すぎるなお前は。ふう。え、これなんか落ちそうな気がするんだけど。このちょっと恋愛フラグが立ちつつある時に主人公が夜の一人暮らしの部屋で一人っていうのが結構伊豆キルートの再来を予想してしまうんだけど。宿題してない。あ、よかった。クソ雑魚悩みだった。カナと付き合い始めてから落ちんのかな、もしかしたら。浮かれすぎだった。プライマルハーツ。放課後、飛ぶなぁ。どちゃくそカットしたな。今日の俺は自分でもわかるくらいテンションが高かった。理由なんて決まっている。そこにカンナ先輩がいるからだ。さあ今日も元気に天道会に行ってみようか。なの前役員じゃねえのに天道会生徒会室にそんな浮かれ気分で行こうとしてんだ。なの立脇氏が天道の活動に熱心だなんて、これは天変地異の前触れ。お前彼にもずっと勧誘してたよな。なんでこっちがいざやる気出した時にそんな失礼なこと言い出すんだよ。大したことじゃないよ。それより早く天道館に行こうぜ。まあ拙者的にはやる気になってくれて嬉しいけどさ。デブの出演が多そうだね伊豆キルートと違って。ちょっと嬉しいよそれは。人手が増えれば仕事も早く終わるし、そしたら届きたてほやほやのアニメ DVD も見られるからね。 D アニメストア使え。まだ2014年ないか。もう今時アニメ DVD とか希少価値高いだろうなきっと。チャンネル登録最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったら高評価、コメント、チャンネル登録お願いいたします。それではまた次回の動画で、バイバーイ。